ご視聴ありがとうございます。こんにちは、内川店長です。よろしくお願いします。今回は冬のコート選びということをテーマにお話しさせていただきたいなと思っております。冬になるとね、欠かせないのがコート類。まあ今年はね、なかなか外出する機会も減ったり、出張とかも出られないよっていう方が多いので、そこまでね需要はないのかなとも思いつつ、とはいえ冬に街を歩くっていうシーンの時に、まあダウンとかね、カジュアルで行かれる方はアウターがいる、もうちょっときれいめに着たい方にはコート、12月1月の寒い時期に、まあ、ジャケット1枚とか、スーツだけでとかいう感じは見た目にすごく寒々しく見える。コートを着るから暖かいとか、そういうことではなく、ファッションの一部として冬はやっぱりコートもしくはアウターを取り入れていきたいなというところかなと思います。でどうしてもね、コートっていうのはコーディネートに占める面積が非常に大きい、ほぼほぼコートがメインになってしまうので、そこら辺をどう考えるか、まあ、1枚でそれっぽく見える、おしゃれに見えるよっていうものを選ぶのもありですが、まあ、長くスタンダードなプレーンなもの、前回もお話したように他のものと合わせのいいもの、やはりお値段も張るのでそれなりに長く使えるものを選ぶということが基本かと思います。今回はちょっといろんな形のコートをそれぞれご用意させていただきましたので、スーツの上にこれを順番に着ていきます。それでどうやって見えるかで、以前もお話しました、こういったオフホワイトやブラックのニット、プレーンなものですね、とかグレーのスラックス、そしてお手持ちの例えばデニム、こういったものと合わせた時どう見えるのかっていうのを順番にね着てお見せしようと思うので、これはやっぱりちょっとビジネス寄りじゃないとか、これはカジュアル寄りじゃないっていうご意見もあると思うので、それを実際に見ていただいて判断していただければなと思います。それではね、順番に着ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではまずこちら、男性のコートの定番、こういった形のね襟のものをバルカラーのコートと言います。バルカラーのウールのコート、こんな感じをまず着てみたいと思います。はい、いかがでしょうかね。ちょっとこうやって襟立てたりしてね、着ていただいてもかっこいいかなと思うんですが、どちらかというとやっぱりウールのバルカラーなので、スーツに非常に合うかなと思います。続いてはチェスターコート、こうテーラー襟のこのタイプ、これをチェスターコートと言います。まあ、メンズのウールコートとしては一番プレーンで長く使える、先ほどのバルカラーのコートも同じなんですが、この2つですね、一番定番型でスタイリッシュに見えるコートかなと思います。はい、いかがでしょうかね。やっぱりね、スーツの上に着るとビジネスマンな感じがして、非常にドレッシーでかっこいいかなと思います。続いてはこちらはちょっと色目も見ていただきたいなというところと、あと形に関してはちょっとゆったりしたシルエットで、これ1枚ですごくおしゃれに見えるよっていうコートの代表格ですね。はい、こんな感じです。これもね、今時とはいえそんなに緩さも感じず、形も綺麗なのでおすすめです。でこれを見ていただきたいのはこのキャメルという色、これだけね見ると扱いにくい色かなという感じもするかもしれませんが、意外に合わせのいいのが特徴です。なんかまあ黒系グレーのスーツでも何でも、とりあえずスーツの上確実にこの色は映えます。意外と難しくない色だと思います。はい、続いてがステンカラーのコートですね。こういったね、撥水がかかったようなナイロンとかのコートはビジネスマンには非常に重宝される人気のモデルです。はい、こんな感じです。日頃お仕事で使われる方にはやっぱり雨や雪弾いてくれますし、シワにもなりにくい、それでいて防寒にもなる、合わせもいいということで人気の形です。これもね、やっぱり長く着られるアイテムかなと思いますね。どちらかというとこういったものの方がスーツ寄りかなって感じますね。続いては表にキルティングが出てる、もうもろダウンといった感じのアウター、これはまあコートに属するタイプになります。はい、これもねスーツに着てても全然おかしくないと思います。
どちらかというと防寒目的ですよね。ダウンなのでやっぱり暖かいです。さらに、まあ、撥水だったりそういう機能性もあり、シワもつきにくい。続いてはクラシックなトレンチコートですね。非常にダンディーな装いになるかなと思われます。こんなコートもずっと使えるのでおすすめですね。じゃあこれも着てみます。はい、こんな感じです。もちろんね、やっぱりスーツにも合うと思います。はい、では続いてこのような黒のニットにグレーのパンツ、ちょっときれいめな休日着っていうものに対して今のコートがどんな感じに見えるか見ていただきたいなと思います。はい、最初のバルカラーですね。いかがですかね。非常に合わせやすい、ビジネスでもこういった感じにも合うかなと思います。はい、続いてチェスターコートですね。まあ、色目がモノトーンということもあって、これもまあ間違いなく合うと思います。これが例えばネイビーとかブラックになっても全然問題ないと思いますし、例えばねこういったコートをジャケット代わりに着る、ここにストールとかを巻いて真冬も過ごすっていうのはかっこいいかなと思います。はい、こういった今時のちょっとゆるっと着るコート、全然ねカジュアル色でも合わせがいいと思いますね。はい、続いてがステンカラーのコートがありますね。こういったナイロン系の素材でも違和感ないと思います。ただ個人的なイメージとしてはやっぱりこれはビジネスに特化した方がいいかなって思います。はい、ダウンのコート、先ほどもねスーツで着た時に全然しっくり着てたので、これもね汎用性は高いかなと思いますね。防寒重視ならこういったものもありなんじゃないでしょうかね。はい、トレンチです。いかがですかね。こういうのはねカジュアルに着るのも今時な感じもしますのでおすすめですね。ちょっとこのクラシックな感じがいいかなと思います。では今度はデニムに白ニット、まあ、オフホワイトですがこういう薄い色のニットという完全まあカジュアルっていうものに対してどんな感じになるか見ていきたいと思います。はい、ウールのバルカラーですね。こんなカジュアルでもウールのコートはドレッシーな感じに見せてくれると思いますのでおすすめです。はい、チェスターコートです。これも何ら問題はないかなと思います。ちなみに46サイズ着てます。さっきスーツ、3ピース状態のスーツにも着られますし、このようなニット1枚の上でもそんなに緩くならず着れてると思います。はい、キャメルのコートです。ちょっと爽やか系な色目にも相性がいいのでデニムにもよく合うと思います。はい、ステンカラーコートですね。こういったネイビーとか、まあ、ブラックだったり全然合うと思いますね。はい、ダウンコートです。うん、非常に着きやすく軽くて使えると思いますね。はい、トレンチコートです。これもどうでしょう、気軽に着る感じが今風かなと思うんですが、やっぱりもうちょっとドレス寄りの方が相性がいいんでしょうかね。はい、でまあ結論っていうことはなかなか難しいんですが、僕的にまあドレッシーな感じで品よく大人が着れるコート、そして長く着れるに関してはウールはやっぱりこのチェスターコート、これはまあスーツにも今カジュアルに着ても品よく大人な感じになるのでおすすめです。ただこういったウールのコートはすごい防寒に役立つっていうものではなく、どちらかというとねかっこよさを重視しているアイテムなので、こういったものはなかなかかしこまってて着にくいよっていう方には軽めなダウン、機能性もあって撥水だとか軽いダウンのコートだけ、そしてこれはチェスター型なのでよりちょっとドレッシーな感じも見えますが、こういったコートを1枚持つカジュアル寄りの方はこういったものもいいかなと思いますので、やはり長く定番で使っていただくのはこういったところかなと個人的には思いました。はい、いかがでしたでしょうか。今回は冬のコート選びというテーマでお話しさせていただきました。これでね少しでも自分にふさわしい一着
こんな感じのタイプが長く使えていいなとかいう基準になれば嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録していただけると励みになるので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。